関さん、平川さん、こんばんは。こんばんは。ガールズパラダイス、毎日楽しくプレイしています。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。俺様っぽく思えるのに、まっすぐで妹思いな藤崎さんと、はい、柔らかな物腰なのに、たまに黒くて油断ならない椿さん。よかったね、たまに黒くて。玉が黒くてじゃなくて。怖いわ。あの顔で玉黒かったら、怖いですよ。そんなことないあ、そっか。はい、他のキャラもみんな黒いの好きって書いてらっしゃいます。どのシナリオも好きですが、はい、藤崎さんと椿さんの付き合いの長さを感じる気心知れた会話のシナリオが一番好きで、うん、ボイス付きで聞きたいと、妄想力をフル活用して脳内でボイス再生させて満足していたので、はい、今回のニコ生の放送を知って喜びを通り越し、即タイムシフト予約をしている自分がいました。放送内で2人の掛け合いが聞けたらとても楽しいです、はい、生放送頑張ってください。聞くのに夢中になりそうですが、コメントもたくさん打ちますね、ということでありがとうございます。はい、そうそう、もう今回はね、うん、このラジオの中で、あのさっき冒頭でもちょっと流れましたけども、はい、ラジオドラマといいますか。そうだよね、はい、やっぱほら声だけだからこそ、このできる、はい、この お楽しみ企画ですよ。今実際に本人たちが映っちゃったらちょっと残念なことそうだしさ、はい、ほらこれね、この映りだったらさ、即興でドラマとかほら難しいじゃん、はい、ああそうですね、確かに、はい、でも俺たちほら身一つで来てもさ、声だけあれば、ね、声と台本さえあればドラマできますよ、ね、まあできますからね。そうそう、いくらでもやりますよ、はい、もうみんなに喜んでいただけるなら。はい、はい、あでも確かに、うん、作品では関さんと僕、はい、いろいろご一緒させていただいてるんですけれども、はい、ラジオでないんだよ、ほとんど初めてだよね。ほぼほぼ初めてみたいな感じで、初めて一度僕ゲストというかで、うん、関さんがパーソナリティやってらっしゃるラジオに、はいはいはい、パクロミとのね、はいはい、はいはい、呼んでいただいたことがあったんですけども、 その後というか、まあ、その間に、うん、ちょっとね、別コーナーを同じラジオの中ではやらせていただいていたんですけれども、平川くんとは、はい、なんか意外とでも付き合い古いんだよね。そうですよ、もう養成所の頃から知り合いだもんね。そうですね、もう、まあ、もう僕の大先輩。1年後輩だ。いや全然先輩ですよ。あれ2年後輩、僕11期ですもん。11期、僕8期だ、はい、うん、あれでも小西と同期だよね。そうです、そうです。あれ何期したってことは3期ぐらいしたですか。3期した、はい、いやでもそんなもんだよね。でも、はい、ちょいちょい会ってたよ。あのヘロヘロ級カンパニーさんもお手伝いさせていただいてましたから、うん、そう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 、殴り持ってよかったよね、売れてお互いにねえ、あの頃はまだこう手作り感満載でしたからね。そう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 、はい、よかったです。やってましたけれどもね、さっきから映像も見たいって言って出てたんですけど、ああはいはい、はい、今でも映像見せられないですよ、やばい、俺フリチンですから、ね、現状嘘、ええ、あやべえ、本当だ。そうなんです、あのヘアヌード収録生放送ですからね。あ、まあまあ、ある意味生放送ですね、はい、俺も読みますよ、これ、はい。